そう、人は常に自分にとって人生の都合のいい展開を考える。腹立つな、さっきから。さあ、行くぞ。運と実力で勝ち取れ、正方な者が五本勝負。皆さんこんにちは、マックスライト、しげしげと、リオナルです。ということでですね、本日は村井さんとリオナルさんに戦っていただきたいと思います。きたー。正方な者側の、まあ、タイムアタックをしていくんですけれども、あとこの正方な窓側っていうのはプラスポイントが落ちます。はい。それをまあ1本ごと集計していって、そのプラスポイントとタイムの差分をポイント化しまして勝負と。なるほど。ポイントが多い方が勝ち。5回やって5回やって。いや、これ村井さんとのパズドラ対決ってめっちゃ久しぶりなんですよ。久しぶりだな。だいぶ2、3年ぶり。マックス村井チャンネルから、ね、昔やったと思うんだよ、タイムアタック。うん、全力運と実力というところがまたミソだな。そうですね。落ちるポイントは完全にランダムなんで。顔と。まあ、ただあれですよね。スピードは実力です。実力ですから。今回は1秒の差が1ポイント換算という。そうですね。これも重要な要素ですね。うん、僕が20秒先にクリアしたら20ポイントプラスってこと。そういうことですね。これでかい、うん。その前提で話すのはいかがなものかと思います。やばい、自信あるタイプの村井さんだ今日。よし、勝つということで早速1本目いきましょうか。はい、よし、はい、で勝つ。これ何だ、勝ったらなんかご褒美もある。あ、それ言っちゃっていいの？なんで、負けたらって。いやいや、もう僕勝つしかないですから。なるほど、はいはい、じゃあ可愛い系いきましょう。我々、はい、可愛い系 YouTuber、 可愛い系 YouTuber、 差分分をコンビニで怒る。いいっすね。差分分じゃねえか。差分分だと100円とかになる。かわいすぎるね。そしたらじゃあポイント、プラスポイント5000分足したのをコンビニでおごるにしましょうか。あ、なるほど、ね、ああいいですね。勝った時の多分5、600円ぐらいの。なるほど、なるほど。だからお弁当食べるもよし、ドラウォッチを5個食べるもよし、オーケー。じゃあもう L チキを4つ食べるもよし、勝者はもうそれをいただいて、はい、はい、じゃあもうそれはひらがなアップバックで、で敗者はそれを指を加えて並べる。いいですね。いやー、勝つ気しかしない。なんか2人とも自信満々なんだよな。さあ楽しみだ、行こう。はい、行きましょう。さあ行こう。じゃあ侵入画面までお願いします。わかりました、わかりました。はい、ということで準備はよろしいでしょうか。 I'm ready! アイス I'm room I'm ready! 、はい、一応パーティー紹介しておきましょうか。しますかね。はい、やっぱりね、こう見てる人たちがね、参考にするかもしれない、もしかしたら。僕も気になる。はい、じゃあまず村井さんから。ゼウスギガ。おお、ギガ。クジラ、バルキ、はい、ハライメシアト、ほう、フェルルウィズ。おお、各アシストは？各アシストですか？ベロが気になるんですよ。ギガはこの子です。うん、はい、レッツ、はい、でこのウェルドールがこの子です。バーサーカーかな。バーサーカーですかね。はい、HP 全回復とロック解除の、はい、バルキさんも列変換です。びっくりしてるな。で、花嫁シアトさんは花嫁シアトさんです。はいはいはい、まあ、スタイルチェンジ継承してますけど、まあ、花嫁シアトさんです。はい、で、フェンリル・ウィズさんが大王のおしみしよう。へー、はいはいはい。で、フレンドは誰でもよかった。うん、なるほどね。はい、ヨナリさん。はい、僕はですね、聖母の天の川来た瞬間1日目ぐらいに、はい、なるべく僕が持ってる編成で、うん、最速ないかって探してですね、あの YouTuber のユーコロさんが上げてた編成です、これ。ほう、ゼウスギガにエリザ、まあこれは普通にただつけてただけって、別にだ継承必要ないです。じゃあ交換しよう、変えよう、別のものとか。いやいやいや、ギガはまあ別に継承なくても大丈夫です。で、ヴァレリアがこれ、挑戦、うん、で、ライゼンが、うん、花嫁シアト、シアトで、腸活性もプラス、うん、あ、プラスね、あれスキムね、うん、で、ヴァルキリーがこれが肝、うーん、グデタマ、オネトラ、ドラゴンキラーで、サレーネ。おー、サレーネが攻撃キラー。はい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 、結構かぶってんな。おで、これギガにクモ。うん、私はまあ言われましたよ、このパーティー作ったら某 K なんですけど。お、コスケさん。おお、ケイスケさん。某 K なんですけど、はい、グング、ん、
おで、ぐんぐんおでんにいる玉だな。ぐんぐんおでんにいる玉だな。こいつね。ぐんぐんおでんにいる玉だな。村さん持ってないのかーって言われたよ、その子。ああ、やっぱり。超いいっすよね。その子、肝ですよね。こいつ肝っすね。肝だこいつ肝です。それがもうこの二人の差になるかもしれない。さあ、行きましょう。前の、はい、第一戦目、スタート。はいはい。いや、これもうスピード感じたから。こいつか。うわ、緊張してる。間違えた。間違えたらやばくないですか。間違えたんだ。だいたい周回編成間違えたらもう終わりなんですか。そうだよね。間違えたんだ。あ、でも村井さん早い。あー、やばい。やべやべ。そうですね、落ち込んだしバッチとかですね。そうなんだよな。もっと早いんですけど。そうなんですよ。そんなバッチはない。あー、なるほど。超えたぞ。よーし、いけ。マッ、マックはだよー。これ上がる。あ、皆さん早いな。よしよし。押し間違え命取りになりますからね。そうそう、押し間違えが命取り。押し間違えの、え、やばい、え、なんで。うわ、うわ、やった。え、え、死んだことなかったんだけど。ちょっと待ってください。ちょっと待った。しゃあ、あれなんでだ。あれなんでだ。このパターン想定してなかった。あれマジで負ける。初めて死んだんだけど俺。じゃあここから敗者の処罰を考えましょう。そうですね。これは何らかのペナルティが必要だと思います。確かに、まあ、ジャッジしげしげペナルティ、ペナルティを20秒半で、あ、もう一回やって、もう一回やって20秒、プラス20秒、プラス20秒。ジャッジしげしげ、かわいすぎると思います。うわ、どうしても勝ちたい人だ。25秒。25秒ね。いや、30秒はちょっと重いと思うんですよ。ちょっとね、すいません。でもゲームオーバーだからな。じゃあここにマイナス25って書いてください。え、マジか。よかったな、リオダリさん。シゲさんのこの慈悲、深海よりも深いこの温かさに包まれろ。せ、マジか、やったな、これ。これちょっと満身でしたね、本当に。満身ですよ、それは。レベル110じゃないし、うん、これはちょっとなんかね、申し訳ない。別に編成が悪いんじゃないんですよ、これは。僕が悪いっていう。甘んじてた。そう、甘んじてたっていう。まあ、レベルに関して言えば私はもう満身の塊です。本当だ。よく抜けますね、それで。クックックック。はい、はい、1人1回戦こちらで。はい、いきます。はい、ここは敵にも塩を送るマックスブライ。頑張れディオナリー、頑張れディオナリー、諦めないでディオナリー。もうあのマラソン大会でビリになっちゃった人。頑張れ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 。申し訳ね。始まる前めっちゃ自信あったのにな。自信しかなかったのに。あれ、常に負けるということはそれだな、満身だな。初めて死んだ。その初めてがこういう時に来るんですよ。いや、本当にね、本当に死んだことなかったんですよ。なんでだろう。大体死ぬやつはそうやって死んでいくんですよ。こんなはずじゃなかった。その初めてで命取られるんですよ。いや、本当にそうだわ。戦場には出られないな。安心ですわ、本当に。今日リオナリはもうすでに多くのものを学んだな。学びましたね。ちょっとこれは本当に大変申し訳ないです、これは。いや、みんなもやりがねえ。このハンデはむしろ こんなもんで済んで、もう本当にありがたい。本当にシゲさん、ね、そこは僕の優しさですね。本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいでございます。マリアナ海溝より深いこのシゲさんの優しさに感動、感激するんやね。マリアナ海溝。こうです。感謝してもしきれない。やばいな。はい。はい。はい、クリア。おめでとう。てか、136ポイントってかなり落ちてますよね、これ。確かに。めっちゃ落ちた。上回ってきた。は、
159だから134。はい、おお。でここにプラス、あ、秒数タイムは1分20秒7。おお20。おお割と接戦。1戦目4ポイントリオナリリード。おおすいません。いやでもこれはちょっとなんかあれですね、ちょっと申し訳ないというか、ペナルティーは1分にしましょうか。恥ずかしい。村井さんに絶対勝ちたいんだろうな。行こうぜ2戦目。2戦目準備ください。はい、それでは第2戦スタート。よし、参ります。今回は大丈夫、もうやられないでください。もう大丈夫。落ち込んでんだ、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 よし。いやー、全然だ、完全に運と実力だよな、これいい勝負だこれ、ね、この落ち込んでんだ、よし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 。いや、でもこの男女、本当にうまいよね。うまいですね。まあ、周回パーティー組めればかなり楽に稼げる。結構なんかソロ勢の人はマジでいいと思うな、うん、なんかゲリラあんまり回れないんですよね、超プラス。そうそう、なかなか、まあ、時間帯も結構ね、そうそう、1時間縛りだったり、普通に多分会社員とかになったらなかなか、うん、ないけど、俺はもう1週間もやってて疲れてます。あー、村井さん落ち込んだ、落ち込んじゃう。これ死ぬなよ。さっきなんだ、同級も1個足んないとかだったのかな。同級怖っ、怖くなっちゃったよ。よしよし、めっちゃ落ち込む。 OK、 はい、皆さんクリア。 OK、 クリア。さあ、ちょっと1マスのポイント、マックスのエクリア、よしさんのポイントが140。だいぶ落ちるな、だいぶ落ちるな、落ちてるな。これ100切ること全然ありますからね。うん、村井さんが100でけ、100延長チャンス、結構もうこれ41の差が1分16。現在リオナリ51リード、16。うん、51でかいな、燃えるぜ。じゃあ3戦目の準備お願いします。はい、それでは3戦目スタート。はい、いやー、こんなに差が出るか。まあリオナリさん落ちるプラスでかいな、159、141。そうですね、かなり上の方引いてますね。うん、持ってる。最初だけです。お、こっからこだけですか。これ村井さん300とか、めちゃくちゃ落とすか。300。あ、ちょっと前ですか。いや、むしろリオナリに70ぐらいの山盛りをかけたい。まあ、51はそれこそ一発でもしかしたら変わるかもしれないですからね、落ちるプラスとしてに。ここでね、俺がいきなり落ちなくなったり、そう、80とか引いた瞬間も、逆にここで前回のそのポイントの差分で私はそれだけね、たった1回で差をつけられたわけですから。そうですね、41も差つけられましたね。絶妙な勝負だ。何があるかわからない、合わせないこともあるかもしれない。これ次だったらどうですか。次はもう次はもう失格ですから、マイナス35ですね。スイッ、お、早い早い、あ、つられるよ、早いな、だいぶ差がついて、早かった。リオナさん、今日って雨って降ってます。雨降ってないですよ。何、朝って雨降ってました。なんだろうこれ、なんだろう。水、はい、プラスポイントお願いします。来、はい、162。マジ？イエス！やば！だいぶ90。あ、90！うわー！うわ、めっちゃ、うわ、マジか！溺れるもの久しからず。めっちゃ逆転されたんじゃない？これ。タイム？タイムですね。村井さんの方が早いですね。ここでまさかのタイムも。せーの、ドン！1分
15。1分10、1分25。おお、10秒やばい。おや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 、村井リード。おお、計算早え。嬉しそうな、嬉しそうな。いやでもさっきね、こうさっきの差でこうなってるから、次も全然、うん、全然一発で全然、うん、最後まで諦めんだよ。じゃあ4戦目いきましょう。4戦目スタート。はい、いやリムネさん2桁引いたか。ちょっとでかいっす、2桁。もう一回やるぞ。一度のこと二度だぞ。ここで自分の不運を乗れ。あー、落ち込む、落ち込む、来ちゃうんだよな。落ち込むな、落ち込むな。落ち込むな、落ち込むな、落ち込むな。やばい、この落ち込む差がでかい。ランダムみたいな。俺とお前の差がどこでついたかって。落ち込んだよ。ハイパーアークみたいな言い方だな。ピンポイント。こっから先全部落ち込んだ。皆さん、ここの落ち込む怖いですね。ここの落ち込む怖い。体質が、体質が、体質が。ここで一気に巻き返す。待ってたよ。これあげる。体パリーン。落ち込むんだよ。来てるな。リオネルに落ち込むを振らせるため、リオネルに落ち込むを振らせるため、めっちゃ落ち込むってこい。落ち込んだ神よ、リオネルに落ち込むを振らせるため。いい20コンボ、落ち込む20コンボ。よしよ、ナイス。落ち込んだ、いい勝負、いい勝負。まあこっからですから。あんな薄氷のところで落ち込んが2回も来よ。よし行こう。せーの、ふん、来い。タロタロ行こう。実質ここ、実質ここ。タロタロタロ、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる。え、これ最低じゃない？やば。え、84と77。77って、え、一番低いんじゃなかったっけ。確か7がつく数字、天の川だから。ああ、確か、え、そういうこと。うん、一番低いの引いたんじゃないこれ。うわー、やったなこれ。デネブ、諦めろよ、今年のタワードは。差が7。やった。じゃあタイムいきましょう。はい、せーの、はい。1分26。1分24。おお、1分24。2秒、2秒差。私が今回9ポイント上回ってますので、ここで私のリード。リオネさんが秒でプラス2ポイントなんで、うん、差は5。前回と足して 36ポイント、村井リード。んですよね、合ってる。ない、よし。やば。いやでも36ならまだ確かに逆転できそう、プラスで勝てそう。村井さんがめっちゃ下に行って俺がめっちゃ上に行けば全然いける。うん、うん、そう、人は常に自分にとって人生の都合のいい展開を考える。あなた、つばさきから仮装して溺れていく。予想外の出来事に慌てくたびに勝者で悪手を打っていく。よし、第5戦スタート。はい、いいぞ。落とせ、落とせ。あー、こいつか。再生で5番にゃー、プラスを落とせ。ここまでないです。俺にも落ち込みが来てない。あー、そっか。ナレッジマニア。ナレッジマニア。緊張するな。マッチョンペキ。火力足んなかった瞬間、もうほぼ終わりですからね。怖すぎる。1回目の事故があるから。ロイは、私がいてよ。あー、でも1回目の事故なかったら、どっこいどっこいだな。確かに。緊張するな。最後の一戦だな。あー、振ってくるな、振ってくるな。よし、あー、振ってくるな。
こっからリオネに10個も来ます。10個もすごいな。こっからリオネに10個も来ます。10個もめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。まだ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 、よし、オッケーオッケー、はい、クリア、はい、あった。うわいやマジで頼む、神様負けたくない。プラスポイントお願いします。待ってください。はい、どっちからか行くからか行きますか、順番に行きますか。じゃあ負けてるんで、リオネさんから行きますか。俺から行きますか。行きます。今36負けてますけど、はい、行きます。はい、お願いします。はっ、150 170、来い。あー、悪くない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 。これでブラさんが80とかだったら勝つぞ。ある、タイム勝ってますもんね。タイム勝ってる、おそらく。私は多分110を超えないとダメラインぐらいですね。おうおうおう、おそらく110ですね、私の勝敗ラインは。じゃあそうですね、そうですね、大体ね、秒数的に多分もう数秒リードしてるんで、うん、多分140まではいかないものの、リオネルさん多分着地137ぐらいになると思うんですよ。うん、よし。って考えたら私は3桁ですね。3桁ですね。出せば、ここで3桁出せばおそらく私の勝ちは揺るがないでしょう。2桁だった瞬間も計算する必要もなく。参ります。お願いします。トン、ダメ。もうタイム関係ないですもんね。もうこれだけあればもう全く関係ないですね。バックス村井勝利、シャー。あーよー、ま、タイム一応見ましょう。一応1分32秒、1分26秒。ってことはここの差分がリオナレさんがプラス6ポイント、6で、ここにプラス6したとしたら139だから14ポイント差でリオネさんが勝ちだった。だから14だから22ポイント差で、うわ、ちょっと待って、22ポイント差で、プラス22で最初のペナルティ、うわ、なかったら3勝ってなかった。負けなければここで、うわ、最初の一戦、うわ、ちゃんとちゃんと超覚醒してれば完全に満身ですね。満身ですね。その体についた脂肪、これが敗因です。いや、脂肪関係ねえだろ。脂肪関係ねえだろ。いやー、でも運と実力勝負でしたね、完全に。いや、ここで接戦になってもらった勝負だな。すげえ接戦じゃん。面白いですね。面白いですね。こんなものが対決がある、これおもろいわ。多分これ友達とかとやると楽しいかも。いや、いい対決。そうですね、そうですね、これはマジでいい対決。負けたけど、楽しかった。負けたけど頑張ったよ。いい戦いだったね。いい勝負だった。じゃあその罰ゲームの様子はひらがなアップバンク。ひらがなアップバンク。お待ちしています。ご覧ください。コミに行く。はい。というわけで最後のご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもぜひ、この対決やってみてください。やってみてください。盛り上がる。盛り上がると思います。はい。では最後までご視聴ありがとうございました。この動画楽しかったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄にアップンク TV、 そして、パズランド攻略アプリリンク入ってますので、ぜひともそちらもお楽しみくださいませ。ぜひ、さよなら、さよなら。続きはひらがな罰ゲーム、罰ゲームでございます。はい、私め自分では絶対買わないラインナップやってまいります。もちクリームジャパンチャンネルある。もちクリームジャパンチャンネル、鶏ももにか白菜の中華風あんかけ動画。いやいや、もちクリームじゃない、鶏もも肉と白菜の中華風あんかけ動画。